はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日は、いつも通りモンタナスポーツさんで、撮影の方させていただいております。本日なんですけども、まあ、僕グローブ好きで、まあ、保管とかも、持ち運びとかも、結構大変だなっていうのを、まあ、思っておりまして、今でかいフィールドフォースさんのキャリーバッグに均等になるように綺麗に詰めて、持ち歩いてはいるんですけれども、まあ、それでも結構大変だなと。結構ね、型崩れもしたこともあるので、そこはどうにかしたいな、どうにかしたいなと、思っている今日この頃です。はい、でそんな中にとあるいいものが入荷したよということで、これちょっとめちゃくちゃいいからっていうことで見たら本当にめちゃくちゃ良かったんで、そちらを、ご紹介していこうと思います。はい、それがはいこちら。はい、ワールドペガサスさんのグローブケースっていいのかな、うん、グラブケースとなっております。これめちゃくちゃでかいですよね。でかいでかい、本当に高さ的には顔隠れるかなぐらいだし、横だと顔2つ分ぐらいいけるかな、1、2、うん、2つ分ぐらいいけるかなっていうのがあって、まあ、ここの幅もあるのでめちゃくちゃでかいんですよ。ちょっとこれ中開けさせてもらいますね。はい、中が区切られてるんですよ。はい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 、こういう風にね。でこれ着脱可能なので取れるんですよ。これマジックテープで止まってるので取れるので、折りたたみができると、幅も使ってない時は困らないといったケースになっています。はい、思いっきりここにプレートが入ってるので、こうやって押しつぶされることもなくですし、ここにもねプレートが入ってるんで、これはもう頑丈頑丈、本当に一切型崩れせずに持ち運べそうだなって思います。でこれ嬉しいんですよ、キャリーバッグの付けられるんですよ、取っ手のところに、引き手のところにこうやってスポッて入るので、キャリーバッグ引きながらこれを上に乗せて持ち運べるっていうのは、まあそうしたらキャリーバッグ片手引きで収まりますよねっていう感じがあるので、これめちゃくちゃいいですね。はいはいはい、で実際入れてみたらどうなるのかっていうのがあるので、ちょっと入れてみたいと思います。はい、で今1個入れてみたんですけど、まあね、こういう風にまず1個入りますってことは、ここにも2個入ります。でこれかぶせられるんですよ、もう1個。だから1、2、3、4個入ると最大で、これでだからオールラウンダーの選手なんかはこれ一つ持てば全部型崩れすることなく持ち運べると。で他の荷物をキャリーバッグの中に入れて、ここに引っ掛けて、ここにですね、これに引っ掛けて両手が開くという超絶優れものです。一切本当に型崩れしないっていう。そうですね、まあちょっと今1個しか入れてない状態なんですけど、実際だったら1、2、3、4つ入るので、そうですね、だから草野球2試合やったりとか、あとは複数ポジション守る可能性がある選手なんかは、これ1つで全部1日に使うグローブを賄えるのかなといったところです。素材は合皮かな、うん、合皮の素材で、お値段の方がですね、お値段が8800円となっています。まあでもね、グローブ4つ一気に入って、今後ね、型崩れしてまた新しいグローブを買っちゃうなんてハメにはならないので、すごいいいなっていうのは感じますね。でこれ多分ファーストミットとかでも入るかな、ちょっと入れてないんであれなんですけれども、キャッチャーミットをここに1個、ファーストミットを1個、部活でも使えますね。部活でもだからチームミットとを1個ずつ入れてって、部で1個ちゃんと保管して持っていくみたいなこともできると思うので、ぜひぜひちょっと部活のやってる先生方なんかもおすすめなのかなと。草野球人以外でも、全然使えるグローブケースとなっております。そしてお次はこれは僕も持ってますし結構有名かな、なんですけれども、めちゃくちゃ画期的なグローブケースです。はい、こちらです。はい、フィールドフォースさんの、グローブケースとなります。これ僕も使ってるんですよ、こうやって持って歩きやすいしっていうような。あとはもうちゃんとね、形状がグローブのポケットがしっかり保てる形状になっているので、これは本当に結構ヘビロテしてますね。これを入れた後にフィールドフォースのでっかいキャリーバッグ入れたりとか、まああと普通に電車なんか乗るときとかで移動するときもこれ持って移動してるような感じです。はい、でこれ開けてみると、はい、もうこうなったんですよね、もう本当に。なんでこうできる、もうぴったりとはまるんですよ。
最強の型崩れを防ぐグローブケースかなと。でもあとこれをかぶせるだけなので、で凄まじい本当に。で僕も結構電車乗って、野球に行くとかもたまにあるんですけれども、まあ、そうなったらさすがにキャリーバッグ引いたりだとかできなくて、リュックとまああと手になんか持って移動みたいなことがあるので、そういう時は、まあ、これだったらそんなに場所も手に持ってても場所前抱えちゃったりとかすれば、取らないし、リュックが中が開くっていう点では、少し空間ができて、そこに他のもの入れられたりとか、っていうのがあるので、これもすごいおすすめです。でこちらなんですけども、お値段が2750円となっています。1個だけ、入れたいとか、あとはそんなにお金を、かけられないとかが1個グローブしっかりと守りたいっていう人なんかは、まあ、グローブ専用なので、確かでもミット用もあった気がするな。キャッチャーミット用とかも確かあった気がする。ちょっと調べてあったら、それも、テロップに書き入れとくので、っていうのもあるので、結構、まあ、お手頃価格で手に入るので、めちゃくちゃおすすめです。はい。で、今モンタナさんに今この2つが、あるんですけれども、今情報を聞いたところによると、来年モデルの Z のグローブケースが、だいたい12月から2月ぐらいにかけて、また入荷されるということなので、そちらも入荷されたら、ぜひちょっとご紹介させていただければなと思います。はい。ということで本日は、こちらのワールドペガサスのグローブケースの紹介をさせていただきましたね。グローブって革製品だから、型さえ崩れなければ、まあ、ある程度は使用できるのかなと、お手入れだけでなくグローブの形だとか、っていったところも、長く使う秘訣にはなると思いますので、できるだけ、その形を保てるようにこういうものも気になる方はご検討されてみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。11月のプレゼント企画、行きましょう。こちらね、玉沢のグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なんだ。いやもうそれはね、伝統の玉沢さんだ、ね、そう、伝統の玉沢さんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ、うん、で、はい、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を、まあ言っちゃえば、でも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そうロンティ120飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、ね、磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで、責任重大。汚すだけ汚すって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます。前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんで、ちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね、10月末はデサントのグローブ、内野手を、はい、で、11月がこちら。なので皆さん、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。Thank you.